長野正義は日本の政治家。1957年から1973年まで4期16年の間、横須賀市長を務めた。1900年横浜市生まれ。1924年に広島高等師範学校を卒業し、旧制中学の教員となる。その後、横須賀市教育長などの職を経て、1957年に横須賀市長選に立候補、当時の現職市長、梅津義三を破って当選した。主な支持母体は、旧社会党と労働組合であったが、自民党衆議院議員、小泉純也の支援もあったと言われる。米軍基地を抱える横須賀市における革新系市長として、市政の運営には様々な苦労が伴った。それを象徴する出来事が空母ミッドウェイの母港化を認めるという苦渋の選択であった。旧制中学教員時代に障害のある生徒が受験を希望してきた。周囲は前例がないと反対したが、長野が自分が担任となり、責任を持つと発言したことで受験が可能となったという。その生徒は後に横浜市長、社会党委員長となる飛鳥田和夫であった。さらに後の横須賀市長転身の契機が当時社会党衆議院議員であった飛鳥田和夫の勧めであり、彼も市の選挙を手伝ったという。ありがとうございます。